僕昨日男友達4人で、うん、東京ディズニーシーに行ってきたんですよ。なんでそれあれなの？男で行くよ。東京ディズニーシーとかってどうしても女の人と行くイメージはあると思うんですけど、うん、男で行ったっていいと思うんですよね。なんか寂しい気持ちになっちゃうな俺な。ああそういうことか。まあ確かにね、でも女の子同士ではいっぱい行ってるわけじゃないですか。誰が？そのディズニーランドとかシーには女の子同士で行くっていうことはよくあるじゃないですか。まあまあそうだね、そうだね。別にそれは男の子同士だって何の問題はないわけですよ。まあまあ理屈からいやそうだけどね。理屈から言えば絵面的にさ、絵面的には非常にまずいですけど、まあ、別に誰も見てないしいいかなっていうのがあって。なるほど。で周りの友達とかも結構それを最初ちょっと嫌だなとかって言ってたんですけど、うん、誰も見てへんやろっていうのがあって、うんうん、まあ、本人たちが楽しむのがまあ一番かなと。なるほどね。思って、で、まあ、僕は別に東京ディズニーシーに行きたかったわけでは決してないんですけど、うん、なんかそうやってみんなで一緒に仲良くどっかに行くとかなんかやるっていうのがすごい好きなので、うんうんうん、それがたまたまディズニーシーだったっていう理由なんですけど、うんうんうん、はい。で、実は2日ぐらい前に決まって行くことが、うん、2日前に、うん、急なんですけどかなり、うん、であれ行ったのいつって言ったっけ。行ったのは昨日で、なのでその2日前ですね、木曜日あたりに急遽じゃあ行きますってなって、うんうん、インターネットで調べて時間とか調べて、うん、しおりまで作って、まあ、簡単なやつですけどね、うん、一応持ち物におやつとかいろいろ書いたんですけど、まあ、誰も読んでないんですけど、うん、で本当はその前に計画してたのがあったんですよね、うん、でそれがちょっとポシャっちゃったんで、うん、まあ、ちょっとディズニーシーになったんですけど、うん、まあ、このみんな客大まかな客自体は前からしてて、うん、でそれ楽しみにしてて、で、金子さんが前紹介してくれた靴もそのために買ってたんですよね。ああそういうことね。行くって普段の運動履きじゃないわけだね。そう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 、まあそれもあるんですけど、うん、まあ、それのきっかけにはなりましたよね。これ行くから、うん、まあ、ちょっと靴買おうかなって。一日ずっと歩かなきゃいけないんで、うん、まあ、少しでも足の負担を和らげてあげたいと。なるほどね。ということでね、買いに行ったりしてたんですよね。うんうん。で、今回、友人が一人、キングスライムのポップコーンバケツっていうのを持ってきたんですよ。うん。キングスライム。うん。うん、キングスライム、緑じゃねえ、青いでかいやつ。はいはいはい。持ってきて、で、ドラゴンクエストが好きな友人なんで、先日 USJ でそれを買って、できたそうなんですよね。うん、あ、そういうことね。はいはい。うん、まあ、ディズニーシーってちょっとやっぱ USJ とは仲良くないかなと思うんで、ちょっと、うん、まあ、そういうとこに持ってくのってなかなか勇気いることだろうなとは僕は思ってたんですけど、うん、でもまあちょこちょこそうやって USJ のポップコーンバケツ持ってる方いらっしゃいました。ただキングスライムではなくって、うん、その違うバリエーションの商品、うんうん、持ってる方何人かちらほら見かけましたね。同じキングスライムを持ってる方全然見かけなくて、うんうん、なんかのアトラクションで待ってる時にこうなんか折り返したりする地点で、うん、ふとその同じのを持ってる人がいて、うん、まあ、その方女性だったんですけど、うん、めっちゃテンション上がって、あ、いるいるっつって、うんうん、本当にレアな人となんかこう出会ったみたいな感覚で、そこがすごく興奮し、めっちゃ興奮しました、ね、なんで声かけなかったよ。ちょっとそこはね、勇気がなかったっていうのが正直。ああそうなんだ、ああそうなんだ。そんなにね、こっちもイケメン集団じゃないんで、本当におじさん、メガネみんなかけた気持ち悪いおじさん集団だったんで、そこは遠慮しましたね。向こうにも向こうの楽しみ方があると思う、邪魔しちゃいけないと思って。ディズニーにさ、うん、その蓋閉じる型のポップコーン入れはないの？うん、多分あるにはあると思うんですね。僕も一回見た気がするな。うん。ね、あえて UFJ のやつを持ってくるっていうさ、その絵、ね、あれはね。そこもちょっと僕分かんないですけど、ポップコーン、うん。まあ確かに移動には蓋があった方がいいもんね、確かにね。
そう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 、あの蓋ないとどうしてもあのそのままアトラクションとかに乗っちゃいけないと思うんで、多分ですけど、うんうん、食べてくださいねって多分あの係員の方に言われるんで、並んでる最中に、うん、だから蓋があれば多分そのまま下に置いてとかっていうのができるんで、多分ちっちゃいお子さんとかはそういった方に入れて、うん、まあ、ちょこちょこ食べながら行くのがいいんじゃないかなと、うんうん、まあ、あの友人はあのアトラクション降りるときに盛大にぶちまけてましたけどねあれあれ何と泊まりに行ったじゃないだよね、日帰りであの新幹線で行きました。何朝一ぐらいで行ってるってこと？そうですね、もう、まあ、僕がちょっとバスでどうしても駅まで行かないといけなかったので、うん、始発で間に合うような時間帯で行ったんですけど、うん、まあ、正直そんなにあのさっきも言ったんですけど、すごいディズニーシーを1日満喫したい連中じゃないんですよ、うん、だってまあまあまあ開園してちょっとしたぐらいにできればいいよねっていう感じで、本当に緩い感じで、うん、で何帰りはもう11時とかそんぐらいに帰ってきた感じ？帰りもあの早くて、うん、多分5時ぐらいには園出てましたねやっぱね、あれ乗りたい、これ乗りたいっていう意見もなくて、うん、うん、まあ、足も疲れたし、そろそろ帰ろうかね、みたいな感じで。混んでた？うん。あのね、当日、おそらく天気あんまり良くなかったんで、空いてたと思います。空いてた。そうそうそう。どこを見渡しても、うん、ダッフィーでした。ダッフィーね。ダッフィーでした。はいはいはい。なんか、ダッフィーのポーチだったり、うん、ダッフィーのカバン、リュックだったんですけど、うん、ちょっと気になったのが、うん、結構ちっちゃい女の子、まあ大きい女の子も持ってましたけど、うん、ウサギの、ダッフィーに似てるウサギの人形を持ってたんですよね。うん、で、それを知らないし、まあ男の友達も全員知らないんで、うん、ああ何かね、ダッフィーじゃなくて何かね、ウッサーじゃねえみたいなウサギなんでっていう、うん、なんでそこで和名になっちゃうよで、その後サルみたいなのも見たらサルとかもうそんな、ね、命名する人いたら僕は解雇した方がいいと思うんですけど、うん、そういうバカバカしいノリが本当に久しくて、うん、社会でね、もうこの間言ってましたけど、サラリーマンで抑圧されてる毎日の中で、本当にオアシスのような瞬間だったな、こんなくだらないこと言ってるっていうのが。何、そんなに飯田君は抑圧されてるわけ抑圧されてるんじゃないですかね、今の会社で。本当に楽しみだったんですよ、これ行くの。なるほどね。みんな気心し入れてるし、遠慮することもないし、うん、ね、非常に良かったなと思いますね。まあね、なかなか年を取るとどうしても家族がいてってなかなかできないけど、同世代で行く旅行ってやっぱ楽しいよね。友達なんかももうほとんど結婚しちゃったりとか落ち着いたりとかして、うん、なかなかこの自分が楽しむっていうことができないようになってると思うんですよね。だけど、まあたまにはこういった本当に自分たちが楽しむ会っていうのを、ぜひ皆さんも開いてほしいなと。たとえそれがおじさんメガネーズであっても、恐れずにディズニーリゾートに行ってほしいと思います。なるほど、わかりました。はい。はい、さあ、それではタイトルコール行ってみましょう。デザイナーとプログラマーのウェブラジオ。はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。今回メインパーソナリティの飯田です。皆さんこんにちは、金子です。この番組はデザイナーとプログラマーがそれぞれ好きなことを話していくウェブラジオです。それでは行ってみましょう。最後までよろしくね。デザイナーに作曲を体験させてみようのコーナー。これ新コーナーなんですけど、うんうん、どうなるか分かりません、うん、何せね、これ僕自身が作曲が素人なので、うん、どちらかの可能性が大いにありますが、とりあえずやってみたいと思います。はい、はい、今回はね、プロペラヘッドソフトウェア社という、うん、会社が作っているフィギュアというアプリケーションを使った作曲をちょっと体験してもらおうかなと思ってます。はいはいはい、はい、なのでここからぶつ切りでいきますが、うん、まずはアップストアに行っていただき、アップストアに行っていただき、アップストアに行って、マック、アプリです。iOS のアプリです。うん、はいはいはい。ポケモン、このオレンジのやつ。
ベージュっぽい、ベージュの丸いやつですね。あったよ。で、メカメがありホーパーみたいな感じになってるやつですね。うん、はい、起動しました。このアプリケーションなんですけど、うん、こういったスマートフォンに向けてそういった作曲が手軽にできるように作られたアプリです。うん、従来みたいに音符を置いてがっちり作っていくタイプじゃなくて、うん、まあ、なんとなく触ってればなんとなく作曲ができちゃうっていうような素敵なアプリです。うん、ちょっとこれちょっと触ってみようかなと思うんですけど、はい、まあ、見てもらった通りドラムとベースとリードという3種類の楽器しか使えません。うん、これがまず制約なんですけど、ドラムトラックの方には、4つの楽器が、うん、用意されてます。で、うん、選ぶ楽器によって違うんですけど、うん、まあ、おそらく一番左はキック。ブーム。一番低い、ドン、ドンってやつですね。で、左から2番目は、うん、まあ、スネアって言って、まあ、ドラムセットというところの左手で叩くような、一番有名な太鼓、うん、太鼓ですね。うん、もう楽器が当たっていて、まあ、うん、その右の二つはちょっとなんかこう、硬い楽器が、鳴るようになってます。まあ、ハイハットだったり、うん、まあ、ちょっと変わったような楽器が入ってあることがあります。はいはい。で、上の今字が出てるところが楽器名なんですけど、そこを右にフリックしてもらうと、ちょっと楽器名なんかが変えられるようになっていて、いろんな楽器あるんですけど。え、今、今、さっきどれだったかな？マンションですかね。マンション、そうそう。今、マンションになってる。うん、これやると。あ、マンション。いいと思いますね。マンション？うん、じゃあマンション選んだ。はい、あ、ほんとはマンションちゃんとキックになってるね。うん。で、このアプリケーションの面白いところは、うん、新規作成したときに、この辺のパラメータが全部ランダムになってるんですよ。うん。なので、まあ、作るとき、まあ、深く考えずに、この与えられたランダムのやつで、一曲ちょっとやってみようって思うと、うん、まあ、普段ちょっと使わないような楽器を、まあ、使う機会になったりとかして非常にいいかなと、うん、そもそもどれがいいかっていうのはまだ好みもないかもしれないですけど、うん、でちょっと今日はねまずリズムトラックを作ってみたいなと思ってるんですけど、うん、上にそのドラムとかベースとかリードって書いてある上に、うん、なんかこうメーターがついてるの見えますかね、うん、あるね。これが2小節を表していて、はいはい、まあ、細いのが拍ですね。一拍、二拍、三拍。うん。あ、で、ね、それが、まあ、八拍あるような状態。二小節、八拍あるような状態になってます。はい、はい。で、再生ボタンを押してもらうと、そこに、ちょっと赤いバーが徐々に伸びていくんで、まあ、今、どこが演奏してるかっていうのがわかるんですけど、うん、あ、なんか録音してますね、すでに。うん、再生だよ、今再生で押したの。音入ってます、もう。うん、なんかわかんないけど。あ、本当、じゃあ、一回、じゃあ、下の右下のソングを押してもらって、うん、ニューってやつを押してください。ニュー、うん、はいはいはい。で、変更点を捨てるってやって、はいはいはい。そうすると今、新規作成になるんで、うん。で、一回、もう一回パターンに戻ってもらって、パターンに戻って、再生を押すと多分何もならないと思うので、ああ、ならない。うん。で、再生中に、下の楽器押してもらうと、うん。ちょっと、単音で鳴らすよりかは、こう、なんていうんですかね。連続で音が鳴ると思うんですよ。キックだったら、一拍ずつ鳴る。うん。押しっぱなしで。うん、はいはい。テンポ低いですね。ちなみにそこって今、キックには4っていう数字が出てますか？出てる。うんうん。なので、タイミング的には、この赤いバーが一番左に来る、ちょっと手前ぐらいに、このキックを押し始めると、ちょうどいい感じで、なってます。うん、なるほど。クオンタイズっていう機能がついていて、うん、多少ぶれても、その、気持ちのいいところで鳴るようにタイミングを勝手に補正してくれるんで。はいはい。押すよ。で、じゃあ一回指離してもらって、一回停止してもらって。停止？再生ボタンを一回押すと停止するので、はいはい、で、レックっていうのを押してもらった状態で、うん、キックスを、うん、長押しすると、録音が同時に始まるんで、はいはいはい、まずこのキックを、うん、2小節、はい、入れてください。これずっと鳴りっぱなしだけど。はい。で、キリのいいとこで、指離してもらう。離しても鳴りっぱなしだけど。うん。で、録音を止めてください。はい。
今やってもらった通り、この曲がループしてるので、うん、基本的には、上書き上書きでいきます。ちなみにこの青いバーなんですけど、うん、押す場所によって音色が変わります。はい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 。まあ、今マンションですかね。そう。マンションで言うと、うん、わかんねえな。変化ねえな。まあマンション、いや、うん、まあ、わかるよ、なんとなく。あ、マンションあんまり、キックはあんまりあれだね。うん。これ他も押していいの？スネアの方は、スネアの方は、ちょっと、上だと長い音だけど、下だと短い音になったりしますね。そんなに違いはない。まあ、こんな感じで、うん。うん、まあ、右と左、上と下で、それぞれちょっとあの変化が起きるようになっているので、うん。まあ今、2小節撮ってもらいましたけど、うん、こうその間に指を動かしてもらうことによって、曲の途中でちょっとした変化をつけられるようになってます。はいはい。で、次じゃあ、スネア行ってみたいと思うんですけど、ちなみにスネアの、うん、スネアクラップの数字は何になってますかね？ 7。7ですか？うん。で、この7とか4とかっていうのは、うん、1小節のうちに どんな打ち方をするか、何回打つかっていうような数字なんですけど、うん。このパターンによって、この音の刻み方が変わってくるんですよね。うん。簡単に言えば、1だったら1小節に1回しか打たない。うん。っていう感じで。7だったらその分7回鳴らす、みたいな感じになってます。うん、で、この7がね、なかなか難しいんで、うん、ちょっとどうしようか迷ってるんですけど、このままいきますか。うん。で、全然リズムが取れない。7は、キックと同じタイミングで鳴らし始めた方がいいと思うので、うん、さっきの録音、あ、で、この録音の仕方なんですけど、再生しながら録音に入って、うん、いいタイミングで入ってもいいですし、押した瞬間に録音に入るっていうやり方もどっちもできるんですよ。うん。ちょっと好きな方でやってください。再生しといて録音したい場合はどうするんだって？再生して音出してた状態で。そうそうそう、で、赤いバーが行くんで、うん、あ、じゃあこのタイミングでドンって始めて、で、まあ、やり直しはいくらでもできるんで、レックを押すの？レックをしてもらって、そうそう、再生中にレックをしてもらって、で、はいはい、赤いバーがいいとこに来たら、もう、押し始める。ああ、なるほど。はい、ステッ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 。あ、いや、合ってますよ。いいですよ。はい。はい。ね、いいと思います。はい。次、ハイハットなんですけど、うん、ハッツですね、ハッツなんですけど、うんうん、4。今数字何やってます？ 4 か4は少ないな。いくつにする？ハイハットは割と刻むので、多めにしてください。じゃあ、12。12でいいと思います。はい。で、同じようにやっていくわけだね。ハイハットは、まあ、短い音と長い音が今回割り当てられてると思うので、うん、これちょっと左右に振ってもらうと、このチッチキとツーで変えられるので音が。左右に振るってどういうことよ？右寄りの方だと長い音が鳴る、左寄りの方だと短い音が鳴る。ああ、なるほど。わかったわかった。で、これを、再生中に指を左右に動かして、うん、まあいい感じにしてください。うん、じゃあちょっとハイハット。あ、録音しなかった。いいですよ。練習してもらって、うん、こんな感じかなって思ったら、録音開始してもらえば。うん。あ、いいですね。はい。あ、いいですね。マンションいいですね。で、最後にフィルター？最後、フィラーか。ってやつですけど、これ。うん、9。今回割とた、川のタムかな。どうしようかな、9か。一番右はぶっちゃけ僕はもうよくわかりません。うん。なんかね、おもちゃ的な音ですよね。なんていうのかな。うん。あってもなくても、まあどっちでもいいけど。うん。左下だとタム。じゃあまあ、とりあえず3つでいいよ、じゃあ。はい、ここはランダムで。いいですよ。入れてください。入れてください。はい。とりあえず、なんか入れてみた。いいね、うん。はーい。
じゃあ次なんですけど、ベースいきますね。ベース押せばいいのね。はい。で、はい、ベースなんですけど、まあ、ベースとリード大体インターフェース一緒になってるんですけど、うん、今、スクリームアットミーディー これか。まあいいっすよ。いやいや、これが選ばれてたってだけ。はい。うん、じゃあ、わかってません、もちろん。はい。で、このアプリケーションの特徴としては、あらかじめその、こういう、まあ、ちょっと前回金子さんわかんないって言ってたけど、コードで行くっていうのが決まってるので、下のね、グローバルタブを押してください。うん、で、なんか、真ん中にアルファベット出てませんか ?A マイナーとか。ああ、C メジャーってなってる。あ、C メジャーですね。はい。C メジャーになっていると、基本的には C メジャーに合う、うん、なんていうんですかね、音階しか使えないように制限してくれてるんで。で、まあ、この辺に曲の全体の、設定がされてて、うん、まあ、キーは多分ベースとなる音階で、テンポはテンポで、右のシャッフルっていうのは忘れてください。うん。うん。で、はい、じゃあ一回パターンに戻ってもらって、うん、右のスケールステップスってやつが何になってますかね ?5。5ですか。あ、結構多めですね。これあんまり大きいとさっきのコードの支援機能があんま効かなくなっちゃうんで、うん、まあでも5なら5ならいいっすね。で、はい。で、うん。で、ここでポイントとしては、うん、さっき作ったリズムを再生しながら、うん、ちょっと自分でどんな感じのベースか、ベースが合うかっていうのを試してみてください。どういう。あ、ドラム鳴らして。全然合わない。うん。いや、そんなもんですよ。うん、なんとなく分かった、うん、方向性は。ね。そうそう。で、なんとなく方向性を決めたら、うん、録音してもらうっていう感じですね。うん。ちょっとよ。はい。いいですね。素晴らしいですね。じゃあ、ベース終わりです。はい。終わりです。で、リード次、リード行ってもらって。はい。楽器は何ですか？パールリード。これか。これか。これも同じ感じってことね。そう、一緒です。感覚としては一緒です。うん、まあ、本当はね、左に刻み方があって、そこ変えたりするとまた変わるんですけど。うん。まあ、なんでもいいです、最初は。で、おそらく、うん。変わんねえな。行ってみましょう。さっきと同じ要領で、うん、今までの鳴らしながら、うん、リズムとベースに合うメロディーを、まあ、ちょっといい感じになるところを探してもらって、いいなっていうのをまた録音してもらうっていう感じですね。うん、難しいな。よし。はい。うん、いいんじゃないですかね。これで多分、一応完成です。全部混ざったやつがね、うん。うん。本当はもうちょっといろんなことできるんですけど、うん、まあ今日はこのぐらいにしようかなと、うん、思ってます。どうですか？やってみて。そうね。まあ、まだちょっと難しいところはあるけど。で、まあ、さっきも最初も言ったんですけど、うん、その
なんか難しく考えてやるっていうよりかは、うん、その偶然できた音楽を楽しむっていうような方向性のアプリなんで、うん、まあ、これでなんかすげえ曲作ってみようっていう感じではないですけど。ああ、なるほどね。はい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 。まあ、ちょっとリズム感を楽しんだりとか、うん、で、二小節しか特にないので、今回限っては、うん、設定で変えれるんですけどね。あんま長いとでも大変なんでね、二小節でやったんですけど、うん、あの曲の展開っていうのはね、二小節だとどうしてもできないんで、うん、うん、展開ってわかりますかね、なんとなく。もうだんだん激しくするとか、はいはいはい、そういう流れの中で変化をつけていくっていうのが難しいので、うん、まあ、どうしても、まあ、曲自体は単調にはなってしまうんですけど、うん、まあ、こういったことを繰り返しながら最終的には長い曲にしていくっていう曲の作り方もあると思うんで、うんうんうん、まあ、その一端をちょっと体験してもらえたかなと、これで。なるほど、わかりました、うん、はい、そうだね。これ何、もっと複数の曲を1曲に混ぜることもできるんでしょ。うん、まあ、やこのアプリ一つではできないんですけどね。ああ、そういうことね。うん、ここはあくまでそういった偶然を、ドラムの中の、ドラムの中のどれか一つの楽器か一つの項目でしかできないってことだよね。ああ、そうですね。ドラムセットは1セットしか選べない。1セットで、ベースも1セット、リードも1セット、どれを選ぶかってことだよね。そうですね。なるほどね。はいはいはい。まあ、本当にやりたければこれをまたウェブ書き出しして、その外でミックスするっていうようなやり方も多分できるので。なるほどね。でも結構遊べますよこれ。そうだね、うん、なんか動画の BGM とかにしてもいいじゃんって感じの人たち。そうですね。あ、ダメ。単調にやっちゃうのがね、若干あの心苦しいところではあるんですけど。まあでもこうやっていきなり触ってもある程度音が鳴って楽しめてもらえたかなと思うんで、うんうん、はい、了解です、うん、はい、またぜひ2曲目3曲目を挑戦してみてください、うん、またあのテクニック的なところは時間があればどこかでまた伝達しますので。わかりました。はい、ありがとうございました。そろそろおしまいの時間になりました。皆さんからのいろんなお便りを大募集しています。お便りは YouTube のコメント欄、またはそれぞれの Twitter アカウントまでお願いします。 YouTube の高評価、2人のチャンネル登録もぜひお願いします。はい、それではそろそろお時間です。デザイナーとプログラマーのウェブラジオ、お相手は飯田と金子でした。また次回も聞いてくださいね。また来週。また来週。はい。